はいどうも、ホソピーです。いやー、またね、ミニからの買い替えの、相談が来てましてね、なかなかこう、コメントで、どうしても教えてほしいということだったので、12ミニとか13ミニ使ってる方ね、もうこれ、販売終了してしまって、今、ミニの人がですね、次に買える機種、これをどうすべきかっていう問題って、結構悩ましいと思うんですよね。で、私の中では答えは決まっているんですけれども、いろいろスペックの比較とか特徴をですね、踏まえつつ、何にしたらいいのかっていうところをですね、今日はね、深掘りしていきたいと思います。ちょっとここ最近ミニネタをですね、ぶっ込んできておりますけれども、買い替え興味ある方はですね、ぜひね、最後までご覧になってください。本日も行ってみましょう。ホソピーチャンネル。はい、ということで、まずはですね、ちょっとコメントをね、紹介したいと思うんですが、こちらですね。で、きっかけとなったコメントとしては、一番上の方、今、12ミニ使ってるんですけど、欲しいのがないんですと。欲しいのないんだったら買える必要ないかなって思いきや、でも買いたいのは買いたいという、買いたい希望はあるようなんですけれども、おすすめはありますかっていうね、こういった質問なんですよね。で、そこにいろいろとね、便乗してる方がいらっしゃってですね、わかる、俺も聞きたい、同じサイズ感でっていうね、同じサイズ感ならもうあれとあれしかないじゃんっていうところでね。で、さらに僕もですと、SE4 が出るか、15が安くなったら買いようかなと思ってますと。この方はほぼほぼ答え出てるんじゃないかなと思うんですけれどもね。で、最後の方は極めつけ、答えてくれ、ホソピーということでですね。今日は、緊急でちょっと動画をね、回しておりますけれども、今回この12ミニからの買い替えですよね。で、結構もう12ミニを使っていた方は、厳しい状況っていうのが、あると思います。特にバッテリー持ち、もうこの一点突破ですよね。小型で携帯性がいいっていうのは、これはもう誰が見ても分かることなんですけれども、バッテリーが持たなすぎてどうしようもないっていう、こういう状況に陥ってるはずです。で、今ね、この13ミニ、手元にあるのがミニ端末だとこれなんですけれども、これもですね、もう新品で買えない状況になっております。中古市場を探す。で、 X でもちょっと共有しましたけれども、ドコモの認定リユース品、これね、バッテリーの最大容量も 100% じゃないみたいなんですけれども、傷がなくってですね、結構状態良さそうなものも、カラーを選ばなければ買えるので、バッテリーの最大容量は 80% 以上は約束されてるっぽいですので、それを1回買ってバッテリーを交換をして長く使っていくっていうやり方が一つかなと。これが多分ね、一番王道パターンだと思われます。13ミニドコモの認定リユース品を買えというところね。これが同じサイズ感でっていうところの希望を叶えると、それかなというのがね、結論っちゃ結論です。ただし、価格がなるべく安く買いたいんだとか、そういうことはもうね、度外視します。サイズ感が、ほぼほぼ、ミニですよね。ミニであって、買えるのであれば、お金は厭わないと。それほど携帯性を重視しているんだ、俺は、みたいなね。そういう方は、いいと思います。バッテリー交換してまでもですね、13ミニを使い続けるというところで、12ミニ、を使ってる方はですね、そういった買い替えっていうところを、推奨したいなというふうにね、思います。で、それが一つのパターンで、順当に行くとですよ、もう今買えるものを買えというのが、どう考えても、一般的な答えになるのかなと思うんですよ。そうすると、今買えるものって SE の第3世代。新品で買えるのってこれだけなんですよ。ここに、バキバキなんで、ちょっとね、イメージ湧きにくいかもしれないんですけれども、新品で買うとこれです。で、サイズ感同じ。使い勝手は確かにフェイス ID じゃないので指紋認証になるので、昔ながらのね、iPhone の使い方に戻るということになりますけれども、ちょっとこれね、バキバキなんで、なんとかディスプレイも映るんですけれどもね。で、カメラが、一眼になったりとか、ちょっとね、マイナスポイントというか、性能的に劣るポイントもあるんですけれども、この点において、12ミニからこの SE 第3世代っていうのは、一つの選択としては、ありっちゃありかなっていうところなんですよね。それをちょっとですね、SE 第3世代の特徴を見ながらちょっと解説したいと思うんですけれども、こちらご覧ください。よく見てるやつなんですけれどもね。で、チップが iPhone 13シリーズと同じ A15 チップを搭載ということで、実は12ミニは A14 チップです。なので、1世代処理性能は上がると。12ミニからの買い替えだと上がる。
で 4.7 インチの液晶ディスプレイということでサイズ感同じです。で 5.4 インチなんですよね。あの13ミニや12ミニって 5.4 インチなんですけれども、まあノッチ部分があったりしますので、実際の使い勝手というところは、まあこのノッチもない長方形のですね 4.7 インチディスプレイ、これと使い勝手変わりません。その点についてはあの安心していただきたいなと思います。ただ液晶ディスプレイなので解像度がちょっと低いなっていうところぐらいですかね。で625ニットという画面輝度明るさですけれども、これはですね iPhone 12 mini も同じです。ただ有機 EL と液晶ディスプレイの、まあ、差があるので、まあ何度も言いますけれども、解像度の違いっていうところはもしかしたらちょっと目が荒く感じるかもしれませんけれどもね。で顔認証と指紋認証の違いがあるというところと、あとバッテリー持ちはですね、実は iPhone 12 mini と SE 第3世代は一応ビデオ再生最大時間、公式ビジのねこのスペックによるとですね、まあバッテリー持ちは同等と捉えていただいて OK です。で携帯性は非常に抜群なので、まあこの点において、まあ重さはですね iPhone 12 mini の方が若干軽いかなと思うんですけれどもね、ただ全く違和感なく乗り換えることはできます。ただスペック的にですね、やっぱ劣る部分ってあるわけですよ。さっき言ったディスプレイの有機 EL が液晶になってしまうところと、アウトカメラがですねシングルになっちゃうんですよね。で12ミニは超広角と広角で 0.5 倍1倍というところで、カメラね、撮ることができるわけですけれども、それがまあ 0.5 倍ができないということになりますので、一部スペックダウンがまああるのかなっていうところですね。ただそこまでの、大幅なっていうところではないので、12ミニから SE 第3世代への買い替え、サイズ感変えることなくの買い替えね、というところに関しては、まあこれはありはありかなと思います。ただ13ミニを使っていてちょっと限界になってるなっていう方がもしいた場合にですね、まあ今一度ちょっと13ミニのですね特徴ね、見ておきたいと思うんですが、チップは A15 チップで、まあ処理性能的にもっさりしちゃうなっていうところは、まあ13ミニから SE 第3世代にしてもね、まあほぼ感じることはないでしょう。で 5.4 インチの有機 EL ディスプレイ、まあここはさっき言った有機 EL と液晶の違いがありつつも、13ミニの方はですね画面輝度明るさ800ニットなんですよ。なので1段階 SE 第3世代に変えるとですね暗く見えるというところが、まあ、スペックダウンを感じてしまうところでしょうね。で顔認証はまあこれはまあ指紋認証と顔認証っていうそもそものねシステムが違うよっていうところは、まあ、あらかじめ知っておかなければいけないポイントですね。でカメラは二眼構成で広角と超広角で、 3.2 ミリぐらいになってくるとカメラ性能結構いいので、まあ、これはやっぱりね SE 第3世代よりかは結構ねアドバンテージはあるのかなと思います。でバッテリー持ちという観点で言ってもですね、12ミニと SE 第3世代がビデオ再生最大15時間だったところから、13ミニはですね17時間になっているんですよ。でバッテリー持ちも強化されているので、やっぱりねミニで最高峰のものはですね13ミニ、何が何でもね多少は金額高かったとしてもですね、どうしてもね買いたいなっていう場合にはですね、まあ冒頭に言ったドコモとかそういったところの認定リユース品、まあ中古品ですね、これの程度がいいやつを買ってバッテリーを交換して長く使っていくっていうのが、まあ本当のミニ好きであればそれを選択するのがいいのかなというところです。ただまあ総合的にね、最後にお話ししたいと思うんですけれども、今の状況でですね普通に買い替えをしましょうという時にですね、もうねミニにこだわるっていうのはですねもうないのかなというところが現実として受け入れなければいけないところだと思うんですよ。世界的な需要として小型端末があんまり売れないと、どん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 今大型化しているわけですよね。で売れ筋というところも、まあ、プロマックスだとか、まあ、今プラスが出てきてて大型端末が出てきてます。でミニはなくなりました。でこれがまあ世界のトレンドで、確かに小型端末っていう、まあ、そういう需要もあるのは分かりますけれども、やっぱりね売れ筋を作るっていうのが、まあ、企業の生き残り戦略としてはこれはもう致し方ないのかなというところなので、そこに期待をするっていうのはちょっともう無理なんじゃないかなというところなので、まあ2つ目の策ですよ。あのリユース品とかね、多少お金かかってもいいから買って自分でこうバッテリーを交換してフレッシュな状態で長く使っていくっていうやり方ですね。もうそれ以外方法がないですから、あとはもう折れて SE 第3世代だとか、あとはもう今で言えばですね普通に iPhone 15です。
はい、これを買うのが最も多分満足度が高いのかなと思います。まあその小型が好きだっていうね、そういったところももちろんあるんでしょうけれども、この端末使ってみたら、あ、このサイズ感良かったなっていう風にね、なんとなく多分気も変わっていくじゃないかなと思うんですよ。本当にね、普通っちゃ普通のもう大きさだし、特別ですね、なんかこれを使ってる自分かっけーみたいなのももちろんないわけですよ。小型を使っている、小型なのにこんな高性能な iPhone を使ってる俺かっけーみたいなね、私かっこいいみたいな、まあ、そういう、まあ、iPhone 13 mini とかを使ってるとちょっと優越感があるかもしれないけれども、 iPhone 15はそれはまあないですね。もう普通です。普通にいいんですよ。なのでそこを受け入れて、まあ、iPhone 15とかね、このあたりにこう移行していく、もしくはもうねミニを捨てて iPhone 15 Pro Max とか15 Plus とか、逆に一番でかい端末に挑戦してみて、あれ、なんか大きい端末なんか気に食わないと思ってたけど、なんかこっちの方がいいかもしれないとか、バッテリー持ちやべえなとかっていうところで、違った領域のですね、その自分のなんか満足感みたいなものが見つかるかもしれないので、逆にもう今まで使ったこともないようなものにこう挑戦していく、変えていくっていうことがね、まあ必要なのかなと。まあそういう柔軟な発想ね、今多様性ですからね、そういったところもまあ受け入れてですね、やっていくっていうのも一つなのではないかなというふうに思います。細Pチャンネル、はい、ということで本日はですね、 iPhone のミニユーザーがですね、次に乗り換えるべき端末はどうすべきかというところですね、まあいろいろな、まあ、方向からこう探ってみたんですけれどもね、いかがだったでしょうかね。まあ iPhone にこだわるんであれば、まあそういったね、 iPhone SE 第3世代とか iPhone 13 mini のね、リユース品を自分で修理をするというか、バッテリー交換をしつつ、まあ、使っていくっていう案と、まあ王道的なところで言うと、もう現行の一番使いやすそうな iPhone 15いく、でそれからまあ、でっかいプラスにしちゃうとかね。あともう一つ、ウルトラCじゃないですけれども、もう iPhone を捨てるっていうね。まあ、そういうやり方もあるんじゃないかなっていうところが一つです。で、例えばこういうね、折りたたみ端末ですよね。で、これなんかこうやって折りたたむと、めちゃくちゃコンパクトで、まあ、まさにですね、その携帯性を重視するミニユーザーがですね、こういった、まあ、縦折りの、まあ、ギャラクシーの Z フリップのこれ5ですけれども、まあ、こういったものに変えてみるとかね、それもまあ、ありっちゃありかなというところなので、いろんな可能性をですね、ちょっと探っていって、まあ、どうしてもね、そのミニにこだわりたいっていう方は、まあ、私は、まあ、13ミニを修理して使っていくっていうのがね、まあ、王道かなとは思うんですけれどもね、サイズ感にこだわるんであればね、はい。ということで、まあ、今ね、まあ、本当にこの iPhone だけではなくって、iPhone も小さい、大きいとか、まあ、プロとか、まあいろいろありつつもですね、いろんな可能性あると思うので、そういったところにこう触れてみてですね、まあ絶対これじゃなきゃダメだみたいなところですね、ちょっとね俯瞰して見てみると、あれ、なんか意外とこれいいかもみたいなものが見つかったりもするので、そういったところにね、こう柔軟にこう挑戦していくっていう気持ちを持った方が私はいいのかなというふうにね、思っております。はい、ということでですね、まあ、答えになったかどうかは分かりませんけれども、まあこの動画がね、少しでもね参考になってよかったと思っていただけたらですね、ぜひチャンネル登録とね、高評価の方をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。